やっほー、みさきチャンネル、みさきです。どこ撮ってるん？やっほー、みさきチャンネル、みさきです。どこ撮ってるん？今ね、私初出勤終えて帰ってるところなんですけど、カメラマン拾いました。その辺でカメラマンをなんで拾ったかというと、今日ねいろいろ喋ってくれた方がいてまして、で私、ずっとダイエットしてるやん。でダイエットの話でその人と盛り上がってたんですね。ほんならなんかね、腕立てやっぱりいいよと。でこの仕事やっぱ肩凝るから、腕立てしてちょっと肩とかもスッキリさせた方がいいと。凝り固まってたらやっぱそこ肉ついてくるからさ、っていう話をしてたんですよ。ほんならあれなんていう名前なのかな、腕立てするときにさ、こう持ちながらグリップみたいな持って、こうなんか腕立てする機械じゃないね、腕立てするなんかをもらったんですよ。え、こんないただいていいんですかって言ってたんですけど、あの新しいの買ったからと、なんかええやつ買ったらしい。それを、いただきました。もうなんか勝手に先輩とお呼びしていいのか分かりませんが、もう私から見たら先輩やからね、上司にそれをいただいたので、せっかくやし動画にしたいなと思って、帰り道カメラマン拾ってきました。それで腕立てやっていきたいなと思います。というか普段さ、私一応あの YouTube 今こんな感じでと撮影したやつを編集するんですね。でも編集する時って、画面ばっかり見てるからさ、そんな思わなかったんですけど、なんかこういろいろ事務する時ってこういろんなものを見ながら売ったりとかするからなのか、また違うところがね肩凝ってきたりとかするんですよ。ほんまに首も凝ってる気する。さっき私が言うてたあの腕立てするやつ、腕立てするなんかとはこのことでした。これ知ってます？本場の名前ちょっとわかんないんですけど、プッシュアップバーって言うよって私は教えてもらいました。これの使い方は見てわかる通り、握ってこういう腕立てね。普通の腕立てやったらさ、手のひらをさこういう角度にしてさ腕立てするやん。これは手首結構痛めたりするんやって。手首の怪我も防げるらしい。こうやって握るからまっすぐの状態やから。でね、あとこれいいところが、腕立ててこうしてたらさ、限界って地面やん、地面床が限界になっちゃうやん。でもこれでちょっと高さがここ出てる分、もっと下がれるというか、背筋力やったり腕の筋肉もそう、いろんなところを普通の腕立てよりもっと鍛えれるっていう機能があるみたい。もう私がもらった、この機械、このリフトアップバー、先輩が買ったのはもっといいやつって言ってたから、どう進化してるのかは分からへんけど、このグッズの機能性はそんな感じです。で今からそれを試していきたいなと思います。一回これどうやって使うのか分からんなりにちょっとやってみるわ。私が普段こう腕立てする幅がここ、この辺かな。え、これいけんの？これね、思ってる以上にもうめっちゃ軽いんだよ。マジで軽いね。ほら、支えれる？次は腕立ってやっていきます。よいしょ。いっちった。無理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 。え、これ。腕上がれ、無理無理無理、ちょっと待ってね、もう一回。そうやろ、なんでこれどこまで下げたらいいんですか？どこまで、無理、もう無理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 、めっちゃしんどい、めっちゃ汗かく。
られるかやってみよう。いくね。無理。自分の筋力のなさを実感するわ。結構さ、顔ギリギリまで行く人とかおるやん。すごいな。腕立てってさ、もうその腕の力もうないねん。なんも普段重たいもん持てへんもん。よいしょ。もうちょい。もうちょい。なあ、余計肩こるわ。これでもいいわ。めっちゃ軽いくせに、だってプラスチックやもん、こことか。めっちゃ軽いくせに、ちゃんと支えてくれる。握り良い。握りやすい。これ使って、ちょっと筋肉つけるわ。腕立てだけなんかな？これなんか他にもやり方あるんかな？てか、その腕立てが苦手な人ってさ、膝つけながらやるやん。これでもいいよみたいなやり方あるやん。これで。ほらこれやったらできる。私だ。これ意味あんのかな。なんか結構私でも簡単にできてしまってるけど、意味あるんかはなぜやけど、まあ、でもちょっとずつ自分のできることから頑張っていきます。疲れた。ちょっとしかしてないけど、これでも結構力は入りやすいんやけど、なかなか、まあ、なかなかちょっと厳しい。めっちゃもう今ですらもう腕パンパンになってる。まだまだ、まあ、今日始めたばかりなので、仕事もですけど、この腕立ても毎日毎日頑張っていけたらなと思います。これで肩もちょっと鍛えて、肩コリがちょっとマシになって、毎日仕事もはかどるんかなと。でね、これから、まあ、この仕事もまだ何にも右も左も分からず言われたことをやってるだけですけれども、これからどんどん仕事も頑張りますし、ダイエットもなかなかお正月でリバウンドした分をダイエットも頑張る。で、 YouTube も頑張っていきたいと思うので、ぜひぜひ初心に帰ってチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。